さて次いきますね。The Gulf States からいきますね。The Gulf States are at last taking steps to stem the virus in migrant areas ね。さっきちょっと説明しかけてたように are taking steps to 動詞。この場合は前後の関係でね、やっと湾岸諸国はやっとここに至ってこれこれするためのこれこれするというあの何これこれするという措置を講じ始めたのであるというような感じがする。訳してますけどね。どこにほんならね、さっきもちょっとくどくど言いましたけども、なぜ僕がこういうふうに訳した方がいいと思うかについてはちょっと話は長くなります。またちょくちょくこれについては出てくるためにまた説明しますので、今回はこれで置いておきますね。そんなに簡単に肩がつく問題ではありません。ともかくやっと湾岸諸国は直訳してね、これを文字通りにこれは現在完了現在進行形をね、何々していると訳して、でやっとというのを訳して、そのまま訳すと湾岸諸国はやっとついに何々するための措置を講じているのであるって言ったらおかしいと思いません？やっと何々しているっておかしいと思いません？やっとこういう措置を講じているっておかしいと思いません？ね、やっぱりやっとこれこれのための措置を講じ始めたのであるだったらわかりますね。ところがやっと何々するための措置を講じているのであるっておかしい、おかしいでしょ。そういう日本語おかしいでしょ。それをそういうふうに訳して分かったような気になるとやっぱりまずいと思うんですね。で、これはこう訳さざるを得ないと思っています。でこれについては、いろんなある人、いろんなある人、おかしいんじゃないかと思う人もたくさんいるでしょう。これについてはね、また出てくるたびに、これに似た文が出てくるたびにまたいくらでも説明します。でね、今のところはね、もっとね、例えば僕が今、そうですね、ひょっとしたらね、Twitter 上にミスター・ビッグというね、人がいますが、それは北村一馬という先生なんですけども、その人だったらね、ちゃんと進めていると思いますが、多分僕は説明下手ですけども、この人だったら多分この本を最近出した人、若い人なんですけどね、まだ37歳ぐらいの若い先生ですけど、偉い先生で、この人にだけは僕は頭が上がりません。この人大学の先生だからといって英語がちゃんとね、大学で英語学を教えてるからといって英語ができるとは限らないんですが、英語のできない人はたくさんいますが、この先生だけは別です。この先生は多分分かってらっしゃると思います。うまく解説すると思います。でも今僕はちょっと簡潔にうまく説明できません。ちょっとまたこれについてはまたくどくど、出てくるためにまた説明します。でそのうちに僕もうまく説明できるようになるかもしれませんけど、今はうまく説明できません。さて次いきますね。続いてで、stem the virus in migrant areas、湾岸諸国はやっと、新型コロナウイルスを、何だったっけ、出稼ぎ労働者の住む地域、まあ、でもごめんなさい、ステムってどういう意味だったかな、この場合は。スローダウン、そうそう、スローダウンという意味ですよ、これね。ストップとかスローダウンという意味。それはこの、POD にそういう場に書いてありましたが、湾岸諸国はやっと、なんだろうね、湾岸諸国は、なんだったっけ、ごめんなさい。出稼ぎ労働者の住む地域内で、その、
新型コロナウイルスをやっと、新型コロナウイルスを阻止するために、阻止するために、あるいは阻止、あるいはその、まあ、抑制するためにための措置をやっと講じ始めたのであるっていう感じね。で、Some have launched、mass screening and are testing those with symptoms。 一部の人たちは、一部の誰かというと Some of the Gulf States ですね。Some of the Gulf States、 湾岸諸国のうちの、湾岸諸国にはこれこれこう、こういうことをローンチした国もあるということですね。で、mass screening and are、何だったっけこれ、 mass screening、 まあ大量スクリーニング。スクリーニングっていうのは、あの、医学の用語として、医学の医療の分野でスクリーニングというカタカナ使うそうです。スクリーニングというのは、要は結局古い分けですね、まあ、古い分け、それをスクリーニングというカタカナで言うそうです。まあ、スクリーニングと言ってもいいし、まあ、古い分けって分かりやすく言い換えてもいいけども、大量の古い分け、大量の、スクリーニングを始めた湾岸諸国もあると。湾岸諸国の中にはそういう国もあると。で、are testing、 そういう、その一部のその湾岸諸国はまたさらにこういうものをテストしていると。今ね、 those というのは、those というのはマイグランツですね。マイグランツとは限らないか。マイグランツとは限らないかな、those は。those、だから people with symptoms ですよね。だから、the people with symptoms か。うん、症状を見せている。症状を見せている。症状を見せている人たちをの試験をしている、こういうことをして、しかもこういうことをしている、そういう湾岸諸国の中にはそういう国もあるとね。あるいは湾岸諸国のうちの一部の国々はそういうことを、まあ、始めたのであると、しているのであると。で、temporary housing、 何だっけこれは、一時的な housing だから、まあ、臨時というか、こう、プレハブみたいなね、仮設住宅か。仮設住宅がセットアップされたのであると。だから、仮設住宅が、まあ、なんちゅうたんやろな、設置されたのである。何々するために。to allow social distancing。ソーシャルディスタンシングを可能にするために。すなわち、まあ、社会的距離を確保するために、仮設住宅が設置されたのであると。で、 most countries are treating COVID-19 patients including migrants without changing them、 charging them、 大抵の国々は、COVID-19 にかかった患者たちを何時代かな、処置しているというか、診療しているというか、なんていうのかな、ケアしていると。including migrants、 なんていうの、わかんな、あれですよ、出稼ぎ労働者を含む、出稼ぎ労働者だけじゃなくて、この国民も含め、国民も出稼ぎ労働者も両方ともね、この COVID-19 に感染した患者を、まあ、ケアしているのであるということですね。で、それに、まあ、医療を講じているというか、ね、しているのであると。without charging them、 彼らに対して、患者に対してお金を請求することなくですね、無料でやってるんだと、そんなことをね、大抵の国々では。で、大抵の国々といっても、大抵の Gulf countries ですね。だから、大抵の湾岸諸国は無料でそういう、新型コロナウイルスに感染した人をケアしているんだとね。それは国民であろうが、出稼ぎ労働者であろうが構わないということですね。
で次、次は without charging them でしょ。でサウディアラビア has also released dozens of migrants held for minor immigration offenses so that prisons do not become plague factories。サウジアラビアはさらにこんなこともしたのであると。これね、also っていうのはね、サウジアラビアもこうしたのであるという意味と、サウジアラビアはこういうこともしたのであるという意味と、両方あり得ると思うんですよね。で、この場合はね、前後関係からね、サウジアラビアはこういうこともしたのである。すなわち、いろんな湾岸諸国の国々がいろんなことをしたんだけども、サウジアラビアではそれ以外にね、こんなこともしたのであるということですね。こんなこともしたのである。サウジアラビアでは他の国々と違ってさらにプラスしてこんなこともしたのであると、だからこの also はこの動詞にかかってると思ったりですね、このサウジアラビアにかかってるんじゃなかったね。でSaudi Arabia has also released dozens of migrants. Saudi Arabia は、マイナーな、それから軽犯罪ですね、これね。Offenses, minor offenses, 軽犯罪。だから、なんちゅうてんの、入国に関わる軽犯罪。だから、なんていうかな。入国管理法に、まあ、日本語的に言うと入国管理法に違反した人たちということですよね。重罪ではないけども、まあ、軽犯罪、そういうちょっと違反したと。だから、訳し替えたらどういうことかな、これはね。入国管理関係の法律に違反するような行為をした角で捕まえられているというか、まあ、拘束されている、ね、身柄を拘束されている何十人もの、出稼ぎ労働者をリリースしたのである、釈放したのであると。サウジアラビアであるそのこともしたんだと。そうだ、その結果プリズンズ牢獄は、こういうような風にはなっていない、まあ、でもそういう風にはならないのであると。 そういうわけで、牢獄はプレイグファクトリーズにはならないのであると、なんちゅうプレイグはなんだペストというかね、伝染病の工場にはならないのであると。伝染病を、作り出すようなそんな場所にはならないのであるとね。普通だったら、プリズンズはプレイグファクトリーズになってしまうのであるけども、ここではそんなことはならないのであると。で、The United States Emirates, the United Arab Emirates is automatically reviewing the paperwork for migrant workers so that they don't find themselves on the wrong side of the law just because they are locked down.The United States Emirates, UAE, あるいは、アラブ首長国連合は自動的にこんなことを今しているのであると。Renewing、自動的に、更新しているのである。The paperwork for 何とか、何々のための、まあ、書類ですね、これね。書類。何々のための書類。で出稼ぎ労働者のための書類を自動的に更新することによって更新しているので、彼ら出稼ぎ労働者は この場合は何々なのでこうなのであるというよりは、こうしないようにこうしているというね、後ろから訳した方がいいですかね。この UAE、アラブ首長国連合ではね、出稼ぎ労働者が、ロックダウンされてるからといって、封鎖されてるからという、ただそれだけの理由で、
just because ね、ただそれだけの理由で法律の法律の悪い方の側にいるなんてことのないようにということだから、法律でなんか法律のせいで悪者になってしまうことのないように、出稼ぎ労働者のための書類を自動的に更新しているのであるとね。自動的に更新してあげないと、そのまま放っておったら違法労働者、あるいは違法に長い間滞在してしまっていることになってしまうから、結局法律の角で、犯罪者になってしまいますね。だから自動的に更新してあげて、まあいろいろと事情があってこの人たちは、この国にいるんだというふうに、まあ取り計らってあげてますということですよね。それはそういうことを、まあ、UAE すなわちアラブ首長国連合ではやってますよということですね。次、 That's all to the good but more needs to be done ね。That is all to the good というとね、 all は一応消して考えると That is to the good、 That is to the good、 この場合の to の使い方ちょっと僕はよく分かってませんが、多分ね、そのことは今さっき言ったようなことはということですね。今さっき言ったようなことは、良いこと、善のためね、良いことのために行われているものである。で、王というのは全面的にということでね。それから今言ったようなこと、その上に上ですでに言ったことは全て全面的に、まあ言ったら良いことのために、すなわち何て言ったのかな、これ That is all to the good。 今言ったようなことは、上記のこのようなことは全て、善を生み出すため、あるいは良い、物事をより良い方向に向かわせるために全て行われているのであるという意味だと思います。ちょっと僕これについては確信持てませんが、まあどうせそういうような意味でしょうね。それ以外にそれ以外の意味になり得ないと思います。 But more needs to be done、 しかしもっとたくさんのことを行われる必要があるのであるとね。もっと、まあ、そういうことは全て、まあね、そういうことが全て状況を改善しているということになってるんだけども、もっと努力が必要であると。で、Migrants are still working, building stadiums for the World Cup in 2022 or facilities for the World Expo next year. 何だっけ？一部の何だっけ？すぐ忘れる。一部の出稼ぎ労働者たちは依然として働いているのであると。具体的に言うとというかですね、棒線引っ張って、dash、働いているのである。すなわち that is という感じでしょうね。この that dash というのを言い換えると that is、すなわち、こういうものを建設しているのであると、あるいはこんなものを作っているのであるとね。だから、すなわち、働いているというのは具体的に言うとワールドカップ2022年に行われるワールドカップのためのスタジアムを建設する、あるいはそのビルディングがスタジアムズなんとかかんとか or the world expo、 あ、ごめんなさい、 building stadiums for the world cup なんとかかんとか or facilities か、そうか、ごめんなさい。だからビルディングの内容はビルディングの目的がスタジアムズなんとかなんとか or facilities for the なんとかかんとかであるということですね。だからビルディングはこっちのファシリティーズにもかかってると思ったらいいですね。だからまずこの依然として働いてるんですけども、具体的に言うと何かを建設してるのであるとね、こういう移民労働者は。で、具体的には 何を建設してるかというと、まず一つ目に2022年に行われるワールドカップのためのスタジアムを建設しているんだと。それが一つ目。もう一つは、あるいは、来年、すなわち2021年ですね、の
ワールドエクスポ、すなわち、なんていうの、世界博覧会っていうのかな、ワールドエス、世界、ワールドエクスポのための施設を建設しているのであると。ね。で、ちょっと待ってください。え、どこかな、これ。Employers should be held accountable for their safety. ね、Employers、雇用者たち、すなわち、まあ、そういう、なんていうの、マイグラントワーカーズを、すなわち、なんだったっけ、出稼ぎ労働者を雇っている人たち、まあ、大金持ちの個人かもしれないし、ちょっとした企業かもしれないけども、ね、ともかくそれを雇っている人たちは、企業かもしれんし個人かもしれませんよ。その雇用者たちは should be held accountable、 これの責任、説明責任を負わせられる必要があるということですね。そうするべきであると。で、雇用者たちは、その人たちすなわち出稼ぎ労働者の安全に関して説明責任を負わされる必要がある、あるいはそうすべきである、負わされる必要があるのであると、あのそうされるべきなのであると。で、 Many migrants cannot work、 たくさんの、出稼ぎ労働者たちの多くは働けない、あの出稼ぎ労働者には働けない人もいるのであると。ね、仕事がない人もいるのであると。どう？もっともっていうことでね。どうっていうのは、コンマ、どう、コンマということでね。これは、バットがこの前にあると言っても、言い換えてもいいね。このダウを消してね、どうを消してバットと言い換えてもいいんですね。あるいは、however と言い換えてもいいんですよね。まあ、もっともね、もっとも何々なんだけれどもねっていう感じね。ちょっとあの軽い言い方するようなんだけどもね。主語動詞なんとかかんとかコンマゾウと言ったらね、最もこうなんですけどもねというような感じなんですね。で、だからさっき言ったようなことがあるけども、最もってあの、最上級の最もじゃないですよ、最も正しいというような感じね、最も、何最も、何だったっけこれ、あの出稼ぎ労働者には働けない、あるいは働くことができない人もたくさんいるんですなのであるが、そしてさらに国家はその人たちをケアするべきなんべきでもあるんだけれどもということですね。だからこの道はおそらく全体にかかってるんでしょうね。パッととか however とか provided that というかな、正しいっていうような感じで、ただし条件付きでこういうような条件があるんだけどもという言い換えでもいいですね。だから、ただしこの though っていうのはちょっと軽いですからね、なんか口語でもよく使う言い方ですから、もともこういうことなんだけどもねっていう感じがするんですよね。 though っていうのはあの後ろの方を持ってきた言い方ね。例えば he's、そうですね、He is handsome. あの、That guy is handsome. He is a little bit stupid though. とか言えるけどね。ちょっと変な例悪いけど。That guy is handsome. He is a little stupid though. って言ってね。あの、だから、あいつはあのね、ハンサムなんだよね、あんたね。ただしね、ちょっとバカなんだけどね。ねというわけでね、あの、なんとかかんとか、コンマ、though という言い方で、後でちょっと付け足しをついてね、ただしこうなんだけどもね、というわけで。これどうというのはそういうような、こうなんか口語的な感じがするんですよね、僕にはね。よくあの口語でよく使うんですよ、話し言葉でね。で、だからちょっと軽くね。で、その道は全体にかかってると僕は解釈しておきます。だから、ただし、さっき言ったようなことがあるけども、ただし、たくさんの労働者は働けない状態で、で、何国家が、その人たちをケアしてあげない、ケアしてあげるべきなんだけれども、というぐらいの。というのは、ちょっと病気になってしまってね、今回のことで。で、病気になって、まあ、働けない状態で、そして、あの国家がそのケアしてあげて、であの病院とかね、ケアしてあげない
上げるべきなんだけどもということを言ってんです。で次、Gulf countries can afford to guarantee a portion of their wages during the outbreak. 湾岸諸国はこういうことをすることができるのであると、そういうことができる余裕があるね。can afford to 動詞、何々すること、何々するための余裕がある、お金とかね、時間の余裕があるということです。だから湾岸諸国はこんなものを保証するだけの余裕がある、お金とかね、時間の点で余裕があるのであると。で、保証するって何を保証するかというと、アウトブレイクの間、すなわち伝染病の突発、伝染病の急激な蔓延の間、彼らその人たち、すなわち出稼ぎ労働者の賃金の一部を保証してあげるだけの余裕があるのであると。湾岸諸国、ものすごくお金持ちの国々ですからね、出稼ぎ労働者の賃金の一部を保証してあげることなんて簡単ですよね。That will not only ensure that they do not go hungry. ただし、今言ったようなこんないろいろな状況、そういうようなことは、こういうことを保証はしないだろう。待てよ、ごめんなさいね。Not only なんとかかんとか、待てごめんなさいね。Not only なんとか、で、その後、but also って書いてないけどね。バッドオルソがあると考えたいんですよ。ノットオンリーって書いてあるからね。だからここにバッドオルソがあると思ったらいいんですよ。ノットオンリーなんとかバッドオルソなんじゃない。こういうこともそのことはこういうこともするし、さらにね、そのことによってこういうことがエンシュアされるけども、同時にこういうことも意味するんですよっていうわけでね。だからそのこと、今さっき言ったような状況のおかげでね、彼らすなわち、出稼ぎ労働者はお腹が減るということがないということを確実にする。だから確実に彼らは、上から、確実に彼らには食べ物が与えられるということが保証されるし、それからそれっていうのはそのこと、 that と it と同じだと思ったらいいですね。そしてそのことはさらに同時にね、こういうことも意味するんだ。すなわち誰かがそこにいてね、こういうことをしてくれるということだ。だから、具体的にそこっていうのはどこだって言われるっていうのも困りますけども、これは ぼやけてるんですよね。Someone is there to 動詞ということで、ね、何々してくれるっていうような意味の時に、誰々 is there to 動詞という言い方をするんですよね。だから、Businesses start to open up again. Businesses ね。だからビジネスとだけ言うと、無関心、なんていうのかな。何て言ったのかな。これは不可算名詞じゃないですね。このビジネスだから、なんていうの、加算名詞、数えられる名詞の複数形。この場合は企業とかお店とかね。一つ一つの店とか、一つその企業のことを言うんですよ。ね。だから、企業と訳しとく、企業や店が、再び開く、仕事を始める、仕事をかい、再開し始めたときに、ライトっていうのは、ランプをね、ランプを再び、つけるためにそこに誰かがいるということにもなるのである。これはね、ちょっと、比喩的に言ってるんですよね、これ。確かに、仕事をね、再開するときには誰かがライトをつけるんですけどね、誰か電気つけますよね。そういう形で、ライトをつけるだけじゃなくて、いろんなことをするってことですよ、要はね。だから仕事を再開するときに、各商店が開いて、今は封鎖された状態だけどね、
ノンエッセンシャルな、ノンエッセンシャル、すなわち必要不可欠ではないようないろんな店ね、例えば、日本で言えばデパートとかね、デパートとかどんどん今なんか閉鎖してますよね、長い間ね。でその他なんかね、飲み屋さんとかね、バーとかなんかカラオケとかいろいろ片っ端から閉まってますよね。で、必要不可欠でないような商店とか企業は閉まってしまっておりますけども、それがもう一遍仕事を開始した時に誰かがライトをつけたりなんかまあ、仕事を開始するためにいろいろ動き回らなければならない、そういうことその動き回る人がそこにちゃんといてくれるということにもなるのであるということです ね。だからそのことによって、すなわち今さっき言ったようなこと、すなわち湾岸諸国がちゃんと医療すなわちきちんとね、病気になってしまっている出稼ぎ労働者に、労働者を看病してあげたりしてあげていると。でそのことのおかげでね、そのことのおかげで出稼ぎ労働者がちゃんと食べ物が与えられるだけじゃなくって、ちゃんと食べ物がね、ちゃんと食べていけるだけじゃなくって、同時に湾岸諸国にとっても得になるんですよと。すなわち湾岸諸国がまた、企業とかいろいろまたもう一遍再開するときに、その誰かがやっぱりそこで働かなきゃいけない。で働くのは誰かというと、ね、雇用者じゃなくって、実際に働くのはというか手を汚して働くのは出稼ぎ労働者なんです。その出稼ぎ労働者がそこにいてちゃんとあらゆることをやってくれるということにもなるんですよということでね。だから今湾岸諸国の金持ちのエンプロイヤーズたちはね、ちょっとぐらいお金を払っててもね、出稼ぎ労働者のケアをしてあげたら、彼らとしてはちょっと損するかもしれないね、損するかもしれない。しかし実際に仕事を再開するときにはね、ビジネスが再開するときには出稼ぎ労働者がやっぱり手を汚して働いてくれるんだから、結局自分たちの得になるんですよということを言ってるんですよね。というわけでこれで終わるんです。長くなりましたが、5回、これで5回目かな。これで終わりますね。それではさようなら。